ねえねえ、シナリオもらってきたよ。君、アイさんよりこのシナリオに夢中になってない？うんうん、だよね。出だしがめちゃくちゃラブ&ピースだからさ、それが崩れてく様が怖くてしょうがないっていうか。めっちゃ怖いよね。でもこの続きでいろいろ解決するはずだもん。早く読もう。ねえ、読み終わった？私も、いや、高校生がこんな話書く？結局ラストも解決したのかどうか怪しいし、ラスボスの吸血鬼の子、あまりにも不憫なんだもん。そりゃ、あそこまでやっちゃったとしても憎めないよね。愛さん、あの吸血鬼の子が一番好きかも。確かにそうかもしれないね。よく考えたら、出だしのシーンが物語ってる気がする。うわー、そういうことか。うん、愛さんもそう思う。一応アナログゲーム研究部のみんなにはこの解釈で合ってるか聞くけど、でもだとしたら愛さん、一つすごく心配なことがあるんだ。悲恋でどうにもならなくなった吸血鬼、どんな風に歌ったらいいんだろう。あの妖艶さとか、愛さんには1ミリもないものなんだけど。ほら、君もそう思ってるんでしょ。わかった、当たって砕けるだ。いや、愛さんのことじっと見ないで。自分でもわかってる。